今回は追撃が任務だ。出るかもしれない。マイルか？身のほど知らずね。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。これはどうかな。近くなったかな。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。援軍として参りました。これはどうかな。実力者とはな。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。これはどうかな。矢を筆に持ち帰る日も近くなったかな。非常に勝負いたせ。奥の手だ。これはどうかな。忍者。さすがですね。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。叶う相手ではなかったか。それほどの実力者とはな。よし、敵に巡り会えた。身が通るぞ。絵にも見よ。敵将、討ち取ったよ。敵将、討ち取ったよ。我が力が必要であろう。力を貸そうぞ。仕事を順調にこなしておるようじゃねえ。表も裏も。いや、結構結構。さて、
早速じゃが報告を聞きたい。今日の様子を教えてくれんか。都から海は遠いよ。急いで急いで武田殿か。京の人々も王道を待ちわびておるんじゃな。役目大義。おことのおかげでわしは動かずとも情報を得られる。忍びを使いこなす足長坊主武田信玄の真骨頂じゃ。ま、わし、こう見えて本当に足、長いけどね。朝早くにすまない。お前に見せたいものがある。ここは二人だけの特別席だ。さあ座って。俺はずっとこの景色をお前に見せたかった。お前が必ず泣くと思ったから。俺はお前の顔が好きだ。笑い顔、戸惑う顔、怒り顔、泣き顔、全てが好きだ。
攻めとらんか。チェスト制圧が目的か。どうかな。さて、うまい手はないかな。攻めよ。敵中を奪い取るのだ。これはどうかな。難敵ですか。どう切り抜けましょうか。よく敵に巡り合えた。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。矢を筆に持ち帰る日も近くなったかな。敵将打ち取ったよ。これはどうかな。これはどうかな。あやかりたいな。
臭いのだよ、バカ。余生に当たらねば、やられるのがうちだ。三成、お前も気をつけろ。バカばかりを気にしていると、バカを気にする。面倒なことになった。手間がかかりそうだ。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。あなたの力となりましょう。
守りきるぞ。それが立花の誇りだ。いやれやれ大変だ。なんとか助けてあげたいね。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。腕に持ち帰る日も近くなったかな。面倒だし、パーンと行っちゃって。これはどうだ。奥の手だ。無双の計り組みってなっちゃうか。
私は本来頭脳労働専門なんだけどね。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。守り切ってやるさ。どんな敵が来ようとな。今のやる大変だ。なんとか助けてあげたいね。これはどうかな。
勝、打ち取ったよ。私は本人、頭脳労働専門なんだけどね。その首、ねじ切ってくれるわ。ちょっと待てよ。確かに俺は強くなりたいって言った。でも叔父上のとこなんか行きたくない。どうせコテンパンにやられて戦なんて100年早いなんてバカにされるだけだ。兄たちと母が違うことを悩んでいた。でも義久叔父に諭されて努力して強くなったんだ。俺あんたと知り合えてよかった。これからもあんたについていく。今回は追撃が任務だ。ひるむな。守りを固めて迎撃せい。
ける気がしません。思うがままに抗う光姫、そしてこの戦場に奏でよう反骨の歌を。これはどうも面倒なことになった。手間がかかりそうだ。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。どれほどの実力者とはな。矢を筆に持ち込む気持ちは近くなったな。敵将、撃ち取ったよ。いつぞやは悪かったな。俺だ。昔あんたを襲った山賊だ。きついが、この仕事は誇りを持ってやれる。姫さんは俺らをねぎらってボタモチを差し入れてくれたよ。俺らみたいのまで気遣って、姫さんも大変だ。姫さんとこ行くんなら少し休むよう言ってくれ。ああ、お前か。すまない、少し待ってくれ。まだこの書類に目を通さねばならない。休息はない。お前が一緒にいると私はすごく安心して、つい失態だった。今の言葉は忘れてくれ。そして失態ついでにもう少しだけ
こうしていたい。主より命を受けた。来い。主の子、サブロー君を今から切る。見届けよ。切れぬ。三代宗恩の主だ。主の命は何よりも重い。情よりも。あれを見ろ。八面霊楼、万事に才覚の人と評判の明智光秀が歩いて城から帰宅しておるだろう。ん？見ておれ、あいつ転ぶぞ。その通り、一途すぎて周りが時に見えぬようになる。故によく転ぶ。足元など構っておれるのだろうな。面白い実験を見せてやるよ。このボタ餅をやつに持ってけ。我が輩の手作りだが、毒は入っておらん。うまいぞ。餅ですか。私はお酒が飲めないので甘いものに目がないのです。では失礼していただきます。わあ、辻斬りだ。助けてくれ。こんな一般のか弱いおっさんを襲わないでくれ。これは民の危機と慌てて飛び出したもので、恥ずかしい。なんだか可愛いね。我が輩まで奴を好きになりそうだ。
今回は追撃が任務だ。守備を固めよう。防衛に徹するのだ。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。敵に囲まれてるしかない。援軍として着陣した。俺より参戦する。めめこうなことになって手間がかかりそうだ。はーい、二人とも頑張ってくれたらご褒美ちょうどいい。だけど美女ちゃんはまた嘘ついてるからね。バカ野郎、女は嘘をつくから可愛いのよ。みなさん、俺様は命がけで行きますぜ。これはどうか。やりそうなことになった。手間がかかりそうだ。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。今回は追撃が任務だ。幾重に囲もう。俺の魂は封じられぬ。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。一生打ち取ったよ。矢を筆に持ち帰る日も近くなったな。して参る。我が力見よや。力づくで崩してくれる。
もんなんだけどね。私は本来頭脳労働専門なんだけどね。これはどうかな。お見事でございます。敵将撃ち取ったよ。の意志する力を僕の手だ。我が軍水産先陣を預かるは本田平八。光栄を務めるは影。これは厳しい戦いだ。まあやるしかないか。敵将、撃ち取ったよ。我が力が必要であろう。